ついにベスト4で揃った CL 最新の各チーム優勝確率がこちら。最後の新旧エムバペ移籍戦が CL 決勝は胸熱展開。主人公すぎる。パリとケインには負けてほしい。アデレミ頑張れ。ケインにタイトル取ってほしい気持ちもある反面、このままガチで無冠の帝王でいてほしい自分もいる。なんやかんやでやっぱマドリーだろうなと思う。仮にドルトムント優勝したらユナイテッドは3強どうするかな。決勝はマドリーと PSG で、エムバペ点決めるけど最後はマドリーに AT 弾で敗戦。で来季からマドリーっていう流れでいいと思う。ベスト8の抽選の時点で今回の CL の主人公エムバペだろうなって思ってた。決勝は間違いなくレアルとパリ。ベスト8の段階で確率が低い方勝ってたから、ケイン CL 優勝あるだろう。